大和彦命武佐の月坂サ廃所増山古墳は奈良県柏原市鳥屋町にある古墳。形状は宝墳。実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁により、武佐の月坂サとして、第10代主人天皇御子の大和彦命の墓に、自情されている。宝墳としては、全国で最大規模の古墳である。奈良盆地内園、海武器三北六の尾根先端部に築造された。 古墳である。増山の古墳名は、墳球が片球であることによる。現在は、宮内庁事情の後続母として、道庁の管理下にある。墳形は、もともとは方形であるが、後世に北東部に前方部が付加されて、前方五円形に、池垣が巡らされている。一辺約85メートル、高さ約15メートルを測るが、これは、方墳としては、全国で、 最大規模になる。墳糾は三段築成墳糾表面では、埴輪片が検出されている。その他についてはつまびらかでない。この、増山古墳は、古墳時代中期の五世紀前半頃の築造と推定される。被創者は明らかでないが、前述のように現在は、宮内庁により、大和彦命の墓に事情されている。 本古墳の北方には鳥や三山在古墳が、西方には新沢千塚古墳群があり、それらとの関係性が指摘される。増山古墳の実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁では、第十代主人天皇巫子の山和彦命の墓に、地上している。山和彦命について、日本書紀では、水人天皇28年に皇居して、無差の月坂に葬られたとし、 その際の巡視の悲惨なようによって、巡視の禁令が出されたとする。演技式書領料では、記載を書く。その後、山和彦命簿の所在に関する書伝は失われ、江戸時代には、山和市、山和名所図等において、鬼のまな板、鬼の接近東方の石室を山戸彦命簿に、否定する説もあった。1877年4月に、 内務省によって現在の墓に定められ、1886年に宮内省によって用地買収と共に同地にあった神社が移転され、1890年からお侍された。ただしその事情には否定的な見解が強い。ありがとうございます。